はい、本日は市場で買ってきましたケムシカジカをさばきたいと思います。カジカとして売られていましたけども、図鑑を見たところ、おそらくケムシカジカと呼ばれる種類の魚ではないかと思います。で、特徴なのがですね、この体表が何とも言えないこのザラザラな感じがしてて、新鮮なのでお刺身もいけるということでしたので、お刺身にして食べたいと思います。このヒレが、背びれがこう、ちょっとこんな感じですね。トゲがちょっとあって、危ないですね。これちょっとハサミで切るなどしたいです。で、生け締めですかね。ちょっとわかんないですけど、ここはちょっとサクッと切られてますけども、ツモト式の血抜きも試していきたいと思います。口は、こんな感じ。痛いぞこれ。なんかトゲトゲが上にも下にもこうびっしりついてますね。このヒゲみたいなのもちょっと特徴ですね。すごい。あ、値段は1匹730円でした。もうちょっと大きいサイズもありましたけど、ちっちゃいものにしました。はい、ではさばいていきます。まずは血抜きをしたいので、このエラのところに、エラもすごい綺麗ですね。穴を開けます。こっちにも穴を開けて、こっちですね。でちょっと血抜きやってみます。お腹がちょっと水風船みたいになってしまいましたけど、まあ、水が入ったということなので、これでちょっと逆さにしておきます。すごいなこれ、すごいなこれ、なんかすごい太ったお相撲さんみたいになりました。では少し放置したいと思います。ではあれからですね、20分、まあ30分ほど経ちまして、血抜きの方を終了したいと思います。よいしょ。こんな感じですね。やっぱりお腹にしっかりと水が入ってた分、その分、血がしっかり抜けてます。体表がですね、かなりやっぱりないので、これをちょっと一旦洗います。包丁でこするように洗ったらいいかな。ついでにちょっとこれを取っていきます。ちなみに毒はないと思います。強いなぁ、皮膚。はい、ではさばいていきます。まずは頭を落としたいと思います。で、お腹を、なんとか頭を取り外せました。中はちょっとこんな感じになってます。
中胆にですね、中胆に体液をこぼしてしまった。よし。で、すごい内臓のブヨブヨ感がこれすごいですね。どっからどこがこうか。よいしょ。よいしょ。これでちょっとミート内臓が剥がれました。これは肝だと思います。多分食べれると思いますので、はい、後でまた洗って湯がきたいと思います。胃袋は、あら、なんか魚が出てきましたね。ちっちゃい魚かな。捨てます。血合いがですね、ここにびっしりとありますので、ちょっと、あ、手で取れますね。手で取れるタイプの血合いです。これを3枚におろしますが、デレンデレンの皮をまず切り離しておきたいと思います。はい、これは何か煮物、なんかにします。この辺かな。ああ、難しい。難しいぞ。難しい。かなり身が残ってしまいましたね。まあ、いつものようにこれは何か味噌にでも、味噌汁にでも入れてもらうと。あとは刺身用にしていきたいと思います。皮がね、めちゃくちゃ硬いので、間違っても皮貫通するようなことはないかなと思ってます。いやー、でもこれはちょっと、あれなんですけど、その下にまたヌメヌメの皮みたいなのがあるので、これはどうしたらいいかな。ちょっと手で見てみます。刺して、これでいいかな。腹骨が入ってますので、これは抜けるのかな。いや、抜けるけどちょっと取ります。これはなかなか時間がかかりそう。この辺から、趣味はそんなにいっぱいいらんかな。こんぐらい。
骨あるぞ。あ、背中のあれか、ヒレみたいなやつか。水っぽさはすごいので少しお塩をかけます。これは置いといて、これはアランにできるかなと思います。タコついた、こついた、これじゃねえ、刺身に触るんじゃない、塩ですね。うん、この辺、うん、ちょっと水洗いします。はい、では、ケムシカジカの刺身の完成です。で、こちらはですね、まあ揚げ物、焼き物、もしくは汁物などにしてもらおうと思います。で、こちらはちょっと調べて、湯通しするのか肝醤油にするのかちょっと調べて食べたいと思います。はい、ありがとうございました。